まらしてごめん。待たせんじゃねえ、タカ。怖い。やるやる。それで、あ、そう。あ、なんなんだか分かってないちゃった。キリコはどこだ。あ、それはあれだよ。ここの傷だから触れちゃいけないんだ。その話をされると元気がなくなって。いやー、本当に非常に可哀想。2曲目からですね。お、出た出た。1曲目から新曲で行きましたけれども、新曲、新曲で行きましたけど、1曲目は楽園楽園といって、今年の末にアメリカで公開される映画です。映画のサントラになります。で、日本でも来年にやるから見てね。で、マヤはそう、長いお休みの間サボっていたわけではなくて、サントラを撮ったりとか、あとアルバムを作っております。7月の21日発売なので、どうぞよろしく。それでは早速ですけれども、そのアルバムの中からバシバシいきます。月の世界を。Thank you.
¡Gracias!
休みだもん。ライブやったところはもうすでにありません。そうです、渋谷の屋根裏で屋根裏潰れたわな、潰れたわな。それで屋根裏が潰れたってですね、キャバクラ潰れて俺はそう嘘です、あっちじゃねえパゴでですね、屋根裏がですね、その時いろんな思い出があるんですけれども、やっぱり何が一番記憶に残ってるかなっていうと、その時にやったそうレコーディングの一番最初のレコーディングになりました、おじさんに乗ってってと、それから知らない方も多いと思いますけど、ヤマハのポップコーンに出てグランプリを取ってしまった貴婦人の散歩じゃないかと思います。それではその曲を。
します。向かって左、ギター美穂子です。よろしく。向かって右側、はハリーちゃんです。よろしく。後ろの人、千秋です。どうぞよろしく。そして私が石です。よろしく。最近ね、メンバーと一緒にライブなんか見に行く機会が多いんですけど、なかなか個性豊かで面白いですよね。私すごい好きなんだけど、この間フィッシュボーンに見に行って、そのすごい、フィッシュボーンみんな知ってるか、フィッシュボーンって言ってね、黒人でね、もうイエイファンキーだけど、すごいすごいバンドがあるんだけど、そのバンド見に行ってなかなか楽しかったです。その時石島はちょっと落ち着いてから喋ろう。ラジオ体操、あいつはおもちゃかわいよ。その時石島はですね、もうファンキーだぜっていう感じでギャーって踊ったんですけど、その3日ぐらい後に今度あがた森生さんを見に行きまして、そうあがたすごいよかったの。千秋とねあがた森生さん見に行ったんだけどね、プラネタリウムでやった、星が出ててさ、サンシャインの絵なんですけど、すっごい綺麗でね、もう本当の星空見ながらね泣いちゃったりしてね、綺麗かなんか言って、この3日間の差は一体何なんだろうって自分で後で反省したんですけれども、だからそんな千秋が一番、一緒にいた千秋がバンドの中では一番乙女チックです。乙女チックな千秋から皆さんに広報がありますので、ちょっと聞いてください。広報です。MC やんの久しぶりなんで緊張しちゃうなーなんて、乙女チックでおせちな岸田です。ですね、だから暑いっつったらない。ですね、ファンクラブに入っている方々、皆さんご存知だと思いますけれども、今度ですね、ファンの集いというほどのものでは全然ないんですが、5月の28日です。ちなみに私の誕生日でございますが、5月の28日にですね、パパイヤのメンバーは上野動物園に行きます。レコーディング中でですね、なんかこう気分転換とね、あとあったかくなってきて、やっぱりこうなんかゾウとかライオンとかパンダとかなんかいろんなもの見たいななんていうんで行くんですが、集合時間とか集合場所っていうのは一切決めてませんが、当日上野動物園にいらっしゃれば必ずパパイヤのメンバーは見つかると思います。ただあそこ広いですから、ペンギンと一緒に立ってたりとか、なんかそういうこともあるかと思いますので、皆さん適当に探してください。ほんで全員に会えた人はなんかハンコをもらって、全員に会えた人には賞金が出るとか、そういう話は全然ありませんけども、でも暇な人はですね、ぜひゴーニッパーですから、忘れずに上野動物園なんかに来てくれると楽しいんじゃないかと思いますけれども、そらいいわだろう。どうぞよろしく。それでは動物園でこの歌を歌ってると見つけやすいですからね、リンスです。
¡Gracias!
¡Gracias!
でした。とっても楽しみにしてた久しぶりのライブですけど、あとちょっとで終わりです。そう、楽しもうぜ。それでは、夏にまたワンマンやるからね。ガイ、飛ばすで、アクション、ユーズ。
皆さんの番ですよ。さあ盛り上がってください。せーの。
から721が楽しみだね。7月21日。すごい、片枝見つけた。どうなんだ、5月の1日からレコーディングだね。夏まで、みんなの大好きな曲、踊るんだ、そう。